こんにちは、隠居5年目速稼塾の久保でございます。昨日ね、私のところに連絡が来まして、不動産屋から東京のマンション買わないかっていうことだったんですよ。まあ、こういうね、飛び込み営業が来るようになったんですね。で、それがですね、私の動画を見てずっと気になっていたけども、お金持ってそうだから進めてきましたみたいなことだったんですよね。まあ、東京の不動産といえばね、安定的な収入が得れるということでは、利回りは低いけどもデフォルトしにくい物件だということで、世界でも有数の優良物件だということはね、私もわかるんですけども、まあ、なんせね、投入した金額に対する粗利額がちょっとちっちゃいんで、私はちょっと魅力が持てませんでした。それでしたらね、地方の物件の方がいいかなと思いましたね。はい、ということでね、今日のテーマなんですけども、初心者というね、テーマでお送りしたいと思います。初心者ってのは初心を忘れないことなんですけども、私ね、未だにやっぱり初心を忘れないようにやってるんですよ。どんなにうまくいってもやっぱりね、頭を冷やして考えるってことを忘れないようにしてます。まあ、具体的に言うとですね、安定的な投資物件があるとするしますよね。でも私ね、やっぱりビビるんですよ。ビビるって気持ちがすごく大事だなと思います。まあ、怖がりながらもその怖さを制御していくわけなんですけども、根本にあるのは、大きなお金を投じて得れるリターンが小さいんでしたら、これは勝負としてはあんまりリスクリワード良くないなと思ってるんですよ。まあ、ですんでね、2500万の賃貸物件を購入するとして、それが毎月毎月生み出す利益がね、まあ、5万とか10万だったら、これはできないなっていうことなんですよ。ちょっとこれはできないなと思いますね。それがね、投入する金額が500万で毎月5万10万ということなら分かるんですよね。まあ、それでも回収に5年ぐらいかかると思ったら、やっぱりやらないかなってことですよね。まあ、でも本来投資ってのは回収に5年10年かけるものですから、それはそんなに間違えた考え方ではありません。私が問題にしているのは、初心忘れるべからずなんで、あえて不動産の投資に行かなくても、私はコンテンツ販売ってもので、まあ、投入する金額ゼロでですね、回収だけができるというね、30万50万で回収だけができるんで、やっぱり初心としては、自分の資産状況がどうあろうとも損失が出ないことを前提にするべきだと思ってるんですよね。まあ、そういう意味で言うと、長い間すごく安定したね、ビジネスっていうものに私は参加してきましたけども、そちらの方にも大金を突っ込んだことはないんですよ。やっぱりね、10万とか20万っていうのを放り込んで、あとはもう紹介報酬ですよね。紹介報酬をいただくって形で、自分のリスクはぐっと減らしてきたわけなんですよ。プラス他の参加者の方にも、そういうふうにしましょうという件電話してきました。ただやっぱり人っていうのはね、これ大丈夫だなと思ったら大きな金額入れちゃうんですよね。だから資産が他の人の資産に一時的にでも移るっていうのは、ものすごい危険なことだと私は思ってます。ちょっと具体的にはね、この辺にしておきますけど、申し上げられないんで。で、私が思うのはね、稼げば稼ぐほどこういうふうに感じるってことなんですよ。お金の喜びを感じるってことですね。で、稼げば稼ぐほど、ありがたみがあるなと思います。これは何かっていうと、お金を払ってくださった方の心に対してなんですよ。ああ、よかったと、その人の求めていたものをお渡しできたんではないかなっていうふうな感動で、その人とね、心が通じたような気がします。まあ、人はね、ちょっとやそっとのことでお金払いません。そんなね、バカなお金の払い方する人ってそんなにいないと私は思います。特に私の動画の視聴者さんっていうのは、お金に関してものすごく真面目に考えてらっしゃる方なんで、本当にね、ギャンブルをするようにボン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 お金を放り込むような、そんなことはないと思うんですよ。まあ、ですんでね、相当考えて、もういろんなことをね、勉強して学んで、そしてリスクを認識して、で、私のことを信頼してくださって、私のことにね、お金を払ってくださってるんだろうなと思いますんで、その気持ちがありがたいんですよ。私がね、なんで振り込みに未だに銀行振り込みしか採用してないのかというと、カード決済も分割もしてないのかと言いますとですね、これはですね、悩んだ末に入金してほしいってことなんですよ。そして銀行の ATM とかに行って操作するときに、我に返ってもらいたいと思うんですよね。ノリで払うってことを、もう究極まで削るためにね、私的にはもう、そしたら粗利は落ちますよ。売り上げは落ちますけども、それでいいなと思ってるんですよ。もう相当突き詰めて、よしっていうふうなね、覚悟ができた人に対して、お天道様のね、出ている間に払うってことをやってほしいなと思うんですよ。どうしてもね、カード決済とかしちゃうと、深夜に動画を見てる人が半ば催眠状態でポチるってことが起きるんですよね。そういうような衝動買いを避けるために、速稼塾、私のコンテンツっていうのは銀行振り込みしかないよってことになっております。はい、まあね、そういうのも込みで、その人の求めていたものを与えることができたんだなと思ったら、やっぱり嬉しいなという、そういう初心の気持ちは忘れないつもりでいますね。で、私の販売する商品も、
最初の一歩を打っているっていうことが一番多いです。もちろん高度なコンテンツもあります。そうなると、まあ、100万円合宿っていうのが、ね、代表的なんですけども、1泊2日で100万円っていう合宿もあります。この合宿はマントゥーマンの合宿なんで、私もホテルに出向いて、もしくは旅館に出向いてですね、コンテンツを購入した方とべったりとやります。これが本当のね、1泊2日億万長者合宿なんですけども、相当面白いというか、その合宿中に売り上げが上がって、まあ、目標金額はね50万なんですけどね、合宿中にですよ、合宿中に50万の売り上げを上げて、そして終了するというね、それがまあ一つの醍醐味というか、50万突破したら感動の大団円なんですけどね、うん、で初心を忘れないっていうのは、その最初の一歩を売るってことなんで、あの高度なことはやりません。今言ったような億万長者合宿みたいなのは、これは高度なことに入るんで、まあ、そこそこ下積みをした方、ちゃんとね、まあ、5万だの10万だのコンスタントで稼げる方に対して持ちかけるものです。まあ、ですので、速稼塾に入った方の中でも、この話した方はね、100人もいないんですよ。今速稼塾っていうのは1000人を大きく超えて塾生さんがいらっしゃるんですけども、やっぱりね、熱が冷めてもうね、やらなくなる方はやっぱ多いです。半数以上が多分そうでしょうね。半年後に私のコンテンツを見てる人がいたら、これ大したもんなんですよ。本当にそういう人は、あのしっかりと稼いでいく道に入ると思いますし、少なくとも考え方が変わってね、周りの人との関係っていうのはものすごく上達してると思います。まあ、いろいろと話しましたけども、ちょっとね、初心に帰るってことで、販売する方法をちょっとお話しますね。初心者でもちゃんと稼ぐ方法としては、初心者が学べること、初心者であるからこそ学ぶことをそのまま販売するってことなんですよ。ちょっと分かりにくいんでね、私ちょっと具体的な例を申し上げますけども、FX の基礎教材っていうのを私売ってるんですよ。それはですね、何回も言いますけども、ブックオフで100円で買ってきた本に書いてある内容を私がデジタルコンテンツにしたもんですよ、というふうに断りを何回も申し上げてるんですよ。でもやっぱりね、本では覚えられないよって人に対しては、もしかしたら音声コンテンツとか動画コンテンツっていうのが、もしかしたらね、受け入れやすいかもしれない。そういうことを考えて私は作りましたって言ってるんですよ。ね、これ分かりやすいでしょ、これは。ですんで、送られてくる内容って、本当にね、教科書に書いてあるような内容ばかりです。ところがですね、こういう感想が届いてるんですよ。現在45名の方が受講されてますけども、こういうふうになってます。毎日少しの講座ですが、だんだんと詰まってきてる感じです。油断すると置いてかれそうなので、何としてもついていこうと思ってます。ね、こういう方とか、初心者ですが、何か少しずつつかめてる実感があります。とか、基本に立ち返られて楽しかったです。毎日無理なくでき、これからも楽しみにしています。ね。もう一個だけ読みましょうか。動画を見ていると簡単そうなんですが、テストになると、あ、テストってあるんですよ。私のね、動画コンテンツには。必ずテストがあります。中間テスト、期末テスト、学年末テストってあるんですよ。面白そうでしょ？はい、戻りますね。テストになるとやはり難しいですね。動画だけではなく、テストは必要だと感じました。まだまだこれからが大変だと思います。が、頑張りますということでね。ものすごく購入された方にとっては、ものすごくいい教材だったっていうふうな評判をいただいてるんですよ。まだまだ評判ありますよ。ところがですね、なんでこういうふうないい評判が出るかっていうと、まさにね、私がこういう方に向いてるんじゃないですかっていうふうに何回も何回も語りかけて、販売をしたからなんですよ。だから買った人ってのは、まさに自分向けじゃんって何回も何回もね、思い直した後で、本じゃ覚えられなかったからな、誰かが音声で言ってくれれば、誰かが毎日コンスタントにね、送っていただければなっていうふうに思っていた、その潜在的なニーズに合致したんですよね。だから私はね、ああ、これを求めてきた人に手渡すことができてよかったなっていう感動で、その入金が嬉しかったですよね。で、ちなみにね、私、銀行振り込みしかやってませんので、入金した金額の横に必ず名前が出るんですよ。ね。だからその人の顔とか雰囲気をね、こうイメージしながら、ありがとうね、ありがとうねっていうふうに通帳に呼びかけてるんですよ。これ本当なんですよ。だからそういう気持ちも初心です。一番最初に私に対して入金してくださった方っていうのは、まあ今ね、年収4000万ぐらいになってますけども、彼に対してもね、一番最初の入金をいただいた時って、借金1000万あるやつだったんですよ。しかも何回も会ったことがある方なんで、まあもともと私の会社にね、面接に来てくれたやつなんですよ。当時3歳の青年でしたけどね。で、本当に絶対こいつを金持ちにしてやるぜっていうふうに誓いを立てましたね。一番最初に1万9800円振り込んでくれた彼に対しては。で、金持ちになりました。私の生徒の第1日目、1日目じゃない、1人目、これは金持ちになりました。まあ本当にそれもね、初心なんですよ。それを忘れないように今もやってるってことですね。で、動画での稼ぎ方なんですけども、これはちょっとおまけです。おまけで終わりますけども、
動画でどうやって稼ぐんだってことで、今のね代表例っていうのはね、どういうものかっていうと、まあ何かの記事を、ヤフーとかでもいいんですよ、ヤフーのニュースとか記事を見るじゃないですか。それを見ながら解説っていうかね、個人的な感想を言うんですよ、自分なりの解釈をね。で、何が売れるかっていう、何が魅力になるかっていうと、記事っていうのは一通りなんですよ。一つのね、ニュース記事っていうのは、今だったら大統領選っていう記事があります、おそらくね、バイデン氏、トランプ氏、バイデンさんがどうも勝ってるらしいんですよ。で、トランプさんが今回大統領続けられないかもしれないっていうね、そういうニュースです。で、その中でもトランプさんはバイデンさんにインチキをしてるんだっていうふうにね、言い始めた。そしてバイデンさんは自分でもね、世界最大のね詐欺組織を作ったぜっていうようなことをポロッと言ってるんですよ。これ面白いでしょ。だからこういう事実がある中で自分はどう思うのかっていうふうな個人的な解釈を、これをね、この言うってことなんですよ。まあ、そうするとそれに対して、いやいやお前何言ってるんだっていう意見とか、そうだよねその通りだよねっていう意見とかが紛糾するというね。だからアクセスが集まりやすいっていうのと、あとねコメントがつきやすいんですよね。で、要するにそれは何かというと、自分の発信に対して関心を寄せてくれる人が増えているってことなんですよ。だからこれが今ね結構いろんなところで流行ってるんじゃないかなと、こういうコンテンツの作り方、つまり文字を動画にするっていう作業でも十分自分のコンテンツにすることができるってことなんですよね。だから本を読んで私はこう思いますよってことをね、無限に作ることができます。これ太い本ですよ、300ページ以上あります。だから1ページ読んじゃ動画を1個作るってやったら300個動画できますからね。だから本のコストパワーもパフォーマンスむちゃくちゃいいですよ、ということで今回は以上かなと思います。いや、あのね、私ね2時に起きてね、起きてすぐに動画撮るとなんかうまく喋りが回んないですね。いつもそうですけども今日もねご覧いただきましてありがとうございました。苦い、もう一杯。